ショーヘテリーゲリラプレゼント企画。はい、こちらの条件を満たすと、エアメマンコラボスミレグラブ、ショーヘテリー T シャツ、バッティンググローブプレゼント。スミレグラブはなんと 500g 以下になります。軽い、軽すぎる。ショーヘテリー T シャツにバッティンググローブをプレゼント中、皆さんコメントお待ちしております。はい、どうも、ひろとです。本日は、こちら、テニスボールを使ってノックをしていきたいと思います。このテニスボールノックなんですけども、西武ライオンズの源田壮亮選手がやっていた練習で、テニスボール打って、でたまに M 級を打ってもらうっていう感じでノックしていきたいと思います。ハンドリングもそうだし、体のやっぱり脱力っていうのが今回大事になっていくので、そちらの方を意識してやっていきたいと思います。テニスボールの方はやっぱりたまに強いの打ってもらって、やっぱそっちの方が掴んだ感じも出てくるので、やっぱ強いの打ってもらって、 M 級はしっかりと硬いので、やっぱりちゃんと間とか意識しながらやっていきたいと思います。では早速やっていきます。テニスボールでノックをしたわけですけど、このテニスボールだと、ここのポケット奥深くに行かないと取れないのと、あと自然的に力が入るとやっぱ取れなくなってしまうので、脱力をイメージして練習をしました。で、M 級で強いボールを打ってもらった時に、この先っぽでも取れたっていうのが、自分でも思ったよりハンドリングが操作できやすいのかなと思いました。テニスボールだとやっぱり軽いので、やっぱり球は速いんですよ。その分やっぱりグローブを落とさないといけないので、やっぱりそこら辺の意識っていうのはやっぱり強くなりました。これからもテニスボールノックは続けようかなと思っているので、このテニスボールは100均のテニスボールなので手に入れやすいし、お母さん方もやっぱり軽くっても前に飛ぶっていうのが一番メリットとしてあります。皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。